その修正なるかというところです。いやボールマンに対して本当に激しくいっているので、まあ、島根はあそこをうまくかわして、まあ、昨日もスリーポイントシュートを打っていたので。さあここからのディフェンス、島根は安藤誠也2本目なるか、来ました安藤連続のスリーポイント来ました、ね、しっかりフローを見ながらパスを展開、そして島根もインサイド通してきました、3本目なるか、さあ来た、名古屋のこのディフェンスを打ち破る安藤誠也のスリーポイントシュート、ディフェンスをかいくぐって安藤からニック K、そして戻ってきた4本目来ました、安藤来ています、島根です、ニック K にはクラックが激しくいきます、攻めていく、ここはタフショット決めていきました、ニック島野ね、やはりこのボールを奪われるシーン目立っています、金丸スリーポイント来ました、さあ金丸にシュートタッチが来ました、スリーポイント、トラビスのリバウンド、縦に早く安藤が仕掛けていく、レイアップ決まっています、ボールを運んでいって仕掛けていく、トラビスのバスケットカウント、昨日はペリン・ルフォード、安藤に戻す、白浜からインサイドニック K、 ウィリアムスリカが待っていました、ここはインサイド良かったですね、いやそうですね、あえてボールをしっかり展開して金丸を使うのか、ここはマークいく、打っていく、あここはマークを振り切って打って、さあ白浜来ました、白浜今日1本目、パワーでいくか、ここは白浜のスティール、そしてボールを受けてパスを通した、トラビスのショット決まっています、プレーでもあります、それを名古屋が見せています、トラビス金丸スリーポイント決まった、名古屋に流れが傾く、ニック K スリーポイント、さあこのニック K のスリーポイントも決まってきました、ウィキントンつく、ウィークサイド金丸スリーポイント、さあ来ました3本目です、来ましたね、ニック K からの起点にトラビス仕掛けていく、さあ2ポイントを決めていきます、いやもう同点、ニック K リング下仕掛けていこうというところ、パスを通す、金丸スリーポイント決まる、今日4本目打つか、ここはブロック、いや今日ニカ選手が本当にディフェンスいいですね、うん、さあそして早い展開、安藤のレイアップ、ここからの躍動期待されるところ、安藤とのコンビネーション、スリーポイント、さあ来ました安藤スリーポイント400回達成です、この第3クォーターから島根オフェンスリバウンドも光るようになってきました、金丸打っていく、ここは金丸シュートタッチ好調、オフェンスリバウンド島根、ビフォードのスリーポイントシュート、さあペリン・ビフォード来ました、ゲーム1を制した名古屋、そして同一カード連敗、今シーズンはまだありません、島根ニック K 巧みなショット見せました、インサイドこぼれる、奪った島根、さあニカに渡していく、ここもかわしてシュート、ニカが仕掛ける、ニック K インサイド、ニック K はリバウンド奪ってビフォードの得点、ニカを使ったインサイド、さあバスケットカウント、金丸この位置からショット、さあ金丸タッチきました、さあボールを落ち着けてという状況、中入ってきた白浜、そしてニック・ケイリ通しましたですが、あここはもうプレーをやめます、今試合終了です、ゲーム2、島根スサノオマジックが88対81、7点差で制しました、名古屋に対して1勝1敗星を戻しました、金丸浩介はこの試合4本のスリーポイントで20得点、そしてなんといっても安藤誠也
5本のスリーポイントシュート21得点、見事にチームの勝利に大きく貢献しました。